川上さん、その動画では何ておっしゃってたんでしょうか、それ。あ、動画でね、ごまかしてて別のこと言ってたんですよ。ごまかしてるっていう。ほらほら、今のおかしいじゃん。ごまかしてるんだったら問題ないと僕言ってないじゃん。こうやってフロン、いや、だから今問題ないと言ったっていうのがごまかしてるに変わってるじゃん。その前の発言は立花が問題ないと言ったと。でも今高橋さんが聞いたらごまかしてるって、ほら変わってるじゃん。あのね、問題ないなんか言ってないって。だからあなたの動画ってのは卑怯なんですよ。何が卑怯なのよ。あなた何言ってるのか分かんないの、全体を通して。それは川上さんが法律上の知識が乏しすぎるからですよ。いや、さっきから聞いてて立花さんより僕は知ってると思いますけど、申し訳ないけど。だから別に川上さんがそう知ってると思うのはいいですけど、だから僕から聞いてたらこの人本当意外にバカだなとしか思わないからね。だって法律の知識が乏しすぎるから。